東京都第11区は日本の衆議院においてかつて存在した選挙区。1976年に行われた第34回衆議院議員総選挙で初めて登場した選挙区でそれ以前は7区の一部だった。当初は定数4だったが人口増加により第38回衆議院議員総選挙からは定数5となった。自治体の名称は 第40回衆議院議員総選挙時点のものである。この地域は現在の小選挙区では23区、24区、25区の全域と18区、21区、22区の一部となっており、現在の11区とは全く関係がない。1975年公職選挙法改正当時の区域は以下のようである。 第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数、157万923人、投票率 62.、62.84%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数、144万9217人、投票率 68.、68.39%第38回衆議院議員、 総選挙7月6日、執行当日有権者数、130万8964人、投票率 64.、64.08%第37回衆議院議員、総選挙12月18日執行当日、有権者数、1。22万3564人投票率 63.、63.37%。 第36回衆議院議員総選挙6月22日執行当日有権者数112万1545人投票率69.69% 69第35回衆議院議員総選挙10月7日執行当日有権者数109万9709人投票率56.08%第34回衆議院議員 総選挙12月5日、執行当日有権者数102万747人、投票率70.81%。ありがとうございます。